はい、こんばんは。くるり第8話見終わったので、考察、感想、レビューでございます。次回の第9話はですね、すべての嘘が明らかになるとね、いうふうなね、次回予告でしたね。はい。で、今回なんですけど、はい、まあ、こういうことかなということでですね、はい。まず、朝日がですね、まあ、友達ではないということですよね。はい。で、リツは一目惚れではないと。で、光太郎は元彼ではないとか、そんな感じなんですかね。うん、謎っていうか嘘っていうのは。で、光太郎はですね、誠がストーカーされてた記憶が蘇って、不安だから、まあ家まで、まあ送ってあげたんだけど、その後、まあ泊まったと。結果的に誠の、あの部屋でね、寝ていたということでね。まあ守ってあげたというか、守ったということですよね。はい。で、朝日はですね、誠にね、まあ恋愛対象として見てほしいということで、朝日は誠にね、まあ好きだと告白したと。ただ、誠はね、私はね、記憶失ってるし、なんか恋愛とかしちゃいけないんじゃないのかみたいな、そういうふうに誠を思ってるわけですよね。記憶取り戻した時にね、なんか好きな男性が、はい、こうね、いたかもしれないし、それなのに、みたいなのがあってね。うん、で、朝日はね、もう正直に言いましたね。うん、本当は、誠と友達ではなかったと、うん、同じ会社にねいたけどね、ただ一方的に誠のことが好きでこうまあ見てただけみたいな、うん、告白しましたね。で、誠と朝日がデートしたということでね、はい、まあ朝日は誠に振られたということで、でリツはですね、今回子供を助けて足をまあ痛めちゃったんだけど、そんで朝日があのねおんぶしてくれたっていうね、うん、の展開でしたけどね。まあ骨折とかそういうのではなかったようですね。はい。で、居酒屋のね男性と誠は付き合ってたのかって、これは付き合ってないですね。あれは冗談、本当に冗談で言ったんでしょうね。うん、はい、というようなね、今回の展開だったんですけれどもね。はい。で、誠は光太郎に最後会いに行ったでしょ。会いたくなったとか言って、誠はこの中では一番光太郎が好きみたいなんですけど、だからといって光太郎本命で、このドラマが終わるかといったら、なんか波乱があるかもしれない。光太郎の嘘秘密は何なんだろうみたいなね、やっぱりあるでしょ、3人ともね。うん。で、これ次回予告なんですけど、どうざっと読みますけど、会いたくてと、ね、光太郎のところに行った誠なんですけどね。はい。で、誠がですね、お守りとして記憶喪失になってからずっとつけていた指輪のネックレスがね、なくなっていたと言うんですけど、これは、なくしたのか、それとも誰かが盗んだのか、みたいなね。うん。盗んだとしたら身近な人間でしょ？やっぱり、丸山麗、貝が盗んだのか、みたいに、やっぱり貝が誠に、ストーカーというか嫌がらせしてたのかとか、そういうふうに思いますよね。で、私思ったのはですね、朝日は、まあ、誠のストーカーというか、誠のことを一方的に見てたから、まあ、ストーカーと言ってもいいんだけど、ストーカー的ではあるけど、誠の、ね、あの部屋の、ポストにね、ハンカチ、ね、入れたりとかね、封筒の中にハンカチ入れてさ、まあ、洗ってあるハンカチかな。まあ、ハンカチ入れたら、あれはね、朝日じゃないですね。うん、だから、ストーカーされてた、誠がストーカーされてたって、そのストーカーしてた人間ね、ストーカーっていうか嫌がらせというかつけてたって人間は、朝日ではないですよね。朝日ではないということですよね。はい。で、次回予告続きね。誠に振られたことを海に話す朝日と、海から誠にストーカーがいたかもしれないという話を聞き、心配そうな表情を浮かべと、心配そうな表情、心配してんですよ、心底を。だから、朝日はですね、誠にね、まあそんなつけ回したりみたいな嫌がらせみたいなことはしてないということで、ストーカーは別にやっぱいるんじゃないのかってことですね。はい。そんな中、街歩きデートをすることになった誠と光太郎は楽しい時間を過ごしていたと。そしたらですね、井口の姿がと、お医者さんですね、井口に話を聞くと、ちぐさの行方が分からなくなってしまった。ちぐさっていうのは片平渚演じる、まあ若年性認知症のね、ちぐさですね。要するに認知症の人ってフラフラとこうどっか出てっちゃって徘徊したりするんですよね。で認知症だから
家に帰ってこれなくなっちゃうとかあるんですよ。道に迷うとか分かんなくなっちゃってね。そんで警察の人とかに保護されて、あのパトカーで家まで戻ってくるとか結構あるみたいなんですけどね。うん。で、結局、誠と光太郎は井口と一緒に千草を探すと。そして光太郎の目の前でついに誠の記憶が蘇ってということで、全部の記憶が蘇るんですかね。それとも一部なのか。まあ、記憶が蘇るっていうか、まあ、ね、次回9話でしょ。もう最終回近いですからね。全何話か知らないけど、全10話か。ね、11話だとしてももう後半ですからね。うん、いよいよ謎が分かってくるってことでね。まあ今回ね、はっきり分かったのは、朝日はですね、友達ってのは嘘だったということでね。まあストーカーは朝日ではないと、やっぱり別の人間がいるのかってことですかね。やっぱり私、登場人物の相関図の中でにね、もしそういう、まあ、犯人がいるとしたら、もう平野海しかないでしょ。だってこのさ、今の愛はちょっと出番が少なすぎるし、このね、この子供はやんないでしょ。さすがに。無理かでしょ。夜にさ、誠をつけますとか、寝てる時間でしょっていうね。うん。その感じに乗ってるストーカーっていうのは、このメンタルクリニックっていうのはね、記憶をなくしてから通うわけだからね。あとこの指輪リングショップも記憶をなくしてからの人間関係だから、やっぱり消去法で言ってもこの平野佳恵さんなんですよ。平野佳恵さんがなんかこう、例えば、まあ、この人なんか彼氏とかいないような感じでなんかね、誠に親切にしてくれてるけれども、実はあの誠とね仲良くなる前ね、誠が記憶を失う前、記憶をね誠が失う前は、この佳恵とは全く交流がなくて、この佳恵がなんか誠のことをなんか嫌ってるとか妬んでるとかで、なんかちょっと嫌がらせしてたっていうか、それもまあ本格的な嫌がらせではなかったかもしれないけど、ちょっと誠のに意地悪してやろうっていう、まあ、程度だったかもしれないけども、そのハンカチね、ハンカチがポストに入ってたっていうのは、やっぱり誠がまあそのね、通勤とかまあ部屋をね行き来するときに落としちゃって、それをね平野海が拾ってさ、なんかこうポストに入れたっていうか、そのまあいたずらっていうか、ちょっと意地悪しちゃったっていうか、まあ、そういうところですかね、真相はね。で、誠が一番、まあ、この3人の男性の中でね、まあ、好きなのは光太郎の様子ですね。光太郎が好き、だけど光太郎とそのままねうまくいくかっていうのはまた分かんないですけどね。誠が記憶取り戻してどういう展開になるかということですからね。だからこれ一番上に律が相関図いるから、律と誠が、こうね、最終的にはね、こうくっつくのかみたいに思っちゃいますけどね、先入観で。この配置の問題でさ、やっぱ一番上の真ん中の律っていうのがね、この配置が気になりますね。それともあんま気にしなくていいのかなってところですけど、やっぱり平野佳恵が、朝日をストーカーと思わせておいて、やっぱり佳恵ですかね、相関図の中で言うと。その方がなんか衝撃度が大きいですね。あと思ったのは、まあ彼も表面上は優しいっていうか、全く意地悪な面ってのは出てないけどね。あとまあこの男性3人も心底性格悪いっていうか、そのなんていうか立ち悪いとは思わないですよね。優しいっていうか、朝日も親切だし、リツもなんか企んでるっていうか、なんかやってるけど、裏で動いてるけども、それは誠のために動いてるような感じだしね。光太郎もまあ誠に優しいしってことで、まあね、嘘って言ってもそのちょっとした嘘ってのは人間もつきますからね。その悪質な嘘ではないわけでしょ、朝日もさ。だからこの男性3人っていうのは、その心底悪いやつではないような気がするんですけどね。だからやっぱり佳恵かなっていうふうにね思ったんですけど、いかがですかね。やっぱり佳恵推しですね、私は。ストーカー候補としては佳恵かな、やっぱり。朝日はで自分の気持ちに素直になってさ、友達ってのは嘘だったって告白したってことで、それは良かったと思うんですよね。
なので次回孝太郎の嘘、孝太郎の正体ってのが分かるのかな。今回ね、朝日の正体が判明して、次回孝太郎の正体が判明して、でその次が律の正体が判明するみたいな、やっぱそういう展開でいくのかな。はい、ということでね、くるりん第8話のね、考察をしてみましたけど、何か考察ありましたら、ご意見ありましたらコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。